こんにちは桜の間日本語ルームのゆきえです今日はお箸の使い方をお話ししますアジアには日本以外にお箸を使う国があります他にもお箸を使う国があるかもしれませんがお箸を使う習慣がない国の人はお箸を使うのが難しいと 言いますなので今日はお箸の使い方をお話ししますまずお箸の数え方は2つで一膳ですお箸1本2本と数えますが2つをセットにすると一膳になります一膳2つでセットですねまず お箸の正しい持ち方こうですお箸の正しい持ち方はこうお箸を持つためには日本人も子どもの時にたくさん練習しますだいたい2歳か3歳ぐらいからお箸の練習を始めますお箸が使えるようになるためには練習が必要なんです 私もたくさん練習をしました。じゃあこれからお箸の練習の仕方を教えます。手の指をこういう形にします。ピストルの形です。手をこういう形にしたら、お箸をここに乗せます。親指と人差し指の間に お箸を乗せて中指の上に置きます。そうしたら、親指と人差し指で挟みます。で、親指、人差し指、中指の3つの指でお箸を持ちます。この,この2つの指は今は使いません。 もう一度やります。ピストルの形にしてお箸を親指と人差し指の間に置きます。親指と人差し指と中指の3つの指でお箸を軽く持ちます。薬指、小指は軽く曲げておきます。この状態です。これをちょっとこう動かします。 でこの時に、このお箸はここにはついていません。ちょっとここにスペースがあります。こんな感じで、この先だけをこう動かします。今、力が入っていません。力は入れません。軽く持つだけです。これ、動く時には、ここ、 手首は動いていませんこの3つの指だけ動きますこの動きができるようになったらもう1本この下に入れますでこの薬指の上に軽く置きます 軽く置きます。こうね。そしたら、このお箸はもう動かしません。上のお箸だけ動かします。上だけ動かします。このお箸はここに乗せているだけ。 親指や薬指にも力を入れません。お箸を持つときには、どこにも力を入れません。力を入れると疲れちゃいますし、上手に持てません。こういう感じでお箸を使うことができます。もう一度最初からやってみます。手をピストルの形にしてお箸を乗せます。 そしたら親指、人差し指、中指で軽くつまみます。軽く持ちます。ここは少しスペースを空けておいてください。この3つの指だけを動かしてお箸も動かします。これができるようになったらこの下にもう1本お箸を入れて薬指の上に乗せます。 薬指と親指のここでちょっと支えるだけ力を入れません。そしたらこの上の1本だけを動かします。これができるようになるとラーメンをこうやってすくうことができるようになります。あと こういう細かいものもつかめるようになります。あと、魚を食べるときは、魚を切って食べます。その時にお箸でお魚をこう切ることもできるんです。まあ、私は日本人で小さい時からお箸を使ってますから、 食べるときにはお箸が一番使いやすいです。サラダを食べるときもパスタを食べるときもできればお箸で食べたいぐらいお箸が一番使いやすいです。日本ではお箸を使うことが多いです。ラーメン、うどん、そば、定食は必ずお箸が出てきます。今日はお箸の使い方をお話ししました。 今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。